様こんばんは。本日もチューズデースペシャル喫茶すみっこ暮らし閉店いたします。ベートーベンちゃんで本日はさようなら。これは余興でございます。あくまで余興でございます。久しぶりにベートーベンちゃんで本日喫茶すみっこ暮らし閉店いたします。お客様、かゆいところ痛いところございませんか？先生も手が荒れていつも手が冷たいのでございます。横の皆さんも
いろんな。手が乾燥している。ピアノコロナもなんだか。練習してなくって、なんだか。怒られるかな。学校行くのが楽しくなるわ。職場行くのも面白いわ。ピアノに来るのも何かサプライズがあって楽しいわ。これが一番でございます。先生も深呼吸深呼吸。ちとー。会話や人を育てる伸ばし方、話し方というのは本当に大切だと思います。早くしなさい。あなたダメよ。これでは本当に皆さんシュンとします。人より急いで入るのではなく、知らない人でもご挨拶ができ、お疲れ様です、ありがとうございますと言えるように、常に感謝と謙虚の気持ちを忘れずに邁進したいと思っております。まだまだ未熟で、いろんなことを教わり、人に教わる教えるスタンスを持っておりますが、人間 100% 本当に完璧にこなせるというのは少ないのです。人や備品も大切に、自信を持つこと、持たせることが大切です。自分なんかダメよと思っては本当にいけません。自分も一人一人みんな違って、みんな良い個性や能力を持っております。人や備品、お年寄りや体の不自由な方も大切にいたわってあげましょう。先生も日々そういう機会はなかなかありませんが、誰か困っている人がいたら手を差し伸べられるような人になりたいなとも思っております。人間なかなか何でも1から100まで完璧にすんなりこなせるというのは本当に少ないのです。大きな温かい心で見守ってあげましょうね。ベートーベンちゃんをお届けいたしました。喫茶すみっこ暮らし、本日閉店いたします。明日の開店時刻は午後5時半過ぎの予定でございます。良い子の皆さんも寒い時期です。手袋にマフラー、北海道も忘れずにね。雨森くん、島吉くん、ちゃんと連れてきてよ。雨森くんに島吉くん、最近みんなお気に入りのお人形忘れてくるんだから罰金よ。それではね、バイバイキーン。猫が寝転んだ、布団が吹っ飛んだ、素敵なステーキ、びっくりドンキー。それではさようなら。あっち向いてほい、あっじゃんけんぽん。生まれたて8歳、25歳、50歳、まだまだ頑張るのだ。さようなら。